渡辺監督に来ていただきました。見事な逆転勝利でした。はい、ありがとうございます。どんな気持ちで見守っていたんですか？そうですね、本当に、序盤ね、先発が崩れて、なんとかその後っていう感じで、登板させた2番手、3番手と、点を取られてしまって、追いかける身としてすごく辛かったんですけど、そういう中でもみんなしっかりつないでいってね、しっかり点を取ってくれて、最終的には逆転までいってくれたっていうのが、本当今日はもう打ち勝ったっていうゲームなんでね、打の方はもうヒーローがたくさんいると思います。で、8回に中島選手がやってくれました。そうですね、ツーアウトになってから、なんとか決めてくれっていう感じで見てたんですけど、追い込まれながらもね、やっぱ中地本来 の, その右へのやっぱり大きい当たりということで、素晴らしいバッティングだったと思いますけど。でその後、中村選手もホームランが出ましたけども、やっぱこういうゲームっていうのはやっぱり点がいくらあってもいいし、やっぱあの後に出た3票の一発も大きかったと思うし、2点差にしてくれたっていうのはね、次最後出るピッチャーもだいぶ楽になると、思うし。今日攻撃打線だけあって、選手は渡辺監督の期待に応えてもらったと思うんですけど、ある意味ね、ある程度こう点を取らなくちゃ勝てないなっていう、そういう感じで今日の試合見てたんで、その打つために出た、打つために出たってちょっとおかしいですけど、後藤であり、その上本であり、普段こうなかなか先発でなかなか出ない選手が、きっちりこう打つ方で仕事をしてくれたっていうのも、すごく大きかったと思いますけど。で今日楽天が負けました。で楽天のマジックが消えました。それについていかがですか？マジックのことはあまり、ついても気にしてなかったんで、とにかく、うちとしたら追いかける立場なんでね、とにかく勝っていかなくちゃどうしようもないし、相手が負けることを考えてもしょうがないし、とにかくうちはもう一試合一試合、勝つだけだと思ってるんでね、結果的に今日は負けが楽天は負けたみたいですけど、ゲーム差が一つ減ってよかったなと思います。ありがとうございました。渡辺監督のインタビューでした。